お疲れ様です。ラットです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。めっちゃ無言や。実写動画です。いや、2人で実写とかほとんどないから、なんとなくね、実写撮りたいなと思ったんで実写にしてます。はい、ちょっとあの緑の子たちもね、歓迎してくれてるんですけど、今日はね、2V2 の方で、ね、やっていきたいと思うんですけど、普通にね、2V2 しても、はい、まあ勝つよねっていう。まあまあ確かにね、やっぱ連携取れちゃうから、そうだ、連携取れる分、まあ野良の方にはね、やっぱリードできちゃうっていうので勝っちゃうんで、ハンデをね今回つけてやりたいなと。ハンデ、はい、もうもう言っちゃいますと、はい、もう初手ロケですね。はい、お互いに僕的にこう初手ロケ打って、うん、キング起動させてからが本番です。はい、なるほど。というわけで、まあ、結構ね、大きいハンデかなと思うんですけど、まあ僕がいればね、正直余裕かなと思います、まあ、やっていきたいと思います。まあ俺もいるしな、ついででね。はい、うん、まあメインみたいなとかあるな。送って送って一回は絶対言うと、ロケット芝でね、とりあえず最初はロケットあったら、そう、絶対絶対言うて、よし、もうしょっぱあったらね、そうなんだけど、ある、俺あるよ、ごめんね。じゃあこれは俺だけ打つと。俺もたまったら打つんで、周り次第ちゃんと。これもうど真ん中、うん、ど真ん中、ど真ん中、ど真ん中、まあ真ん中の辺。ういー、あ、やるよ、ありがとう。お、ええ、やばい、やり返してくれる、やり返してきた。違う違う違う、そういうのじゃないから。そういうのじゃない。俺もハンデなんつって違うからさ。でも相手はちゃんとタワーに当ててきてますからね、横の。そうそうそう、ちょっとズーね、ヒーラー使うわ。お、え、なんかやってね。ちょっと待って、ちょっと待って、トルネやるわ。まあ、5歳やな。5歳やな。ちょっとね、そういうね、ミスするんですね、彼。よくないね。僕がロケット打つんでね、あとお願い。あとで6コスで打つわ、6コス。10コスじゃなくて、あえて6コスで打つわ。危険なタイミングで攻めるね。よろしく。よいしょ。まあ、デッキはね、ゴレキョスケ。ゴレキョスケで。で、ヒーラーはね、今回持ってきたんですよね。ヒーラー、結構強いんですね。単体だと、よろしく、よろしく、間に合う、間に合う。間に合わねえ、これ。いけるというところ。いやいやいや、単純にコストが保てなかったんですよ。そういうところは、ね、保てなかったんですよ。本当に。本当にね、これが遅いんですよ。あ、アイスピ、よろしく、よろしく。これが、めっちゃくないですか、ローリングッド。この前もらったんですよ。なんかね、このトゲがね、思ったこと言いたくないんですよ。そうそう。ソフトな。うわ、待って待って、ロケット削り入られてる。ちょっと俺これ展開しなきゃいけないから、ちょっと適当に。あ、待って、これロケット打ってもよかったな。俺気をつけ出してからもうすることないの、ね、今。ベビーとか。カメラ見て、カメラ。みんなみんな。あ、メガゴよろしく。守って帰るか。うん。よろしく。で、これだけで押さえて、足前ゴレして。本当に間に合わないでしょ。じゃ、ヒーラーで気をつけ回復してあげとくね。オッケーオッケー。いいよ、なんか。オッケー。なんか落ちそうじゃねえつって。適当にしてる。もう落ちる読みで逆サイクよ、うん。あれ、やば、見て、ヒーロー。やばいやばいやばい。ほら、無限に延命してる。これがやばい。ボム、ボム置く、ボム置く、ボム置く。ウッドだけ回しといて。これベビで。楽ね、楽ねでいい。生きてるな、生きてる。生きてる。生きてる。戻ってきた、戻ってきた、戻ってきた。戻ってきた。焦って、焦った、焦った。よろしく、全部ぶち抜くわ、全部。え、なんか、いい子たちでしたね、ベビドラ。わざわざ戻ってきたもん。いやー、これはね、勝てましたね、マジで。ヒーラーが、いい働きをしたのと、相手もね、ちょっとロケット打ってくれるって、ちょっと優しい人でしたね。やられたらやり返す精神の方だったんでしょ。はい。まあまあまあ、はい。次ね。次ね。まあ、ここは連勝がね、大事なんでね。いきたいなと思います。よし。やっぱなんだかんだ言ってね、去年は2物やってたからね。一緒に。覚えてないですけど。覚えてけ。アイスピの次ないの？ないない。適当に回しとくか、俺。息合わんのんすよ、本当にマジで。あ、これはこれやっとくわ。これたまたまジャイに当たることないから。ああ。まあまあまあ。向こうもたまに、ジャイ読みされた。強すぎでしょ。女性。はい。右。これはこれ右やばくね？守れる。あ、ゴール出してんのか。そうそうそう、ゴレ出してるから、よろしくね。逆サイアイスピーだけでちょっとメガゴも潰してるみたいな。ロケット打つのも忘れないで。あ、これも今、いや、忘れてたなって思ったけど、回ってないね。いや、見てなかったら、だいぶ入ってるけど、次あるね、俺。これローリングと枕にもなりそうなんだけど。トゲトゲしていたそうだけど、画面がちょっと暗くなった。よいしょ。OK、じゃあ俺はもう6コスで打つよ。よろしく。
で、ここをね、あのロケットのハンデって何がきついのって、撃った瞬間がやっぱきついんですよね。なんで、ここさえ耐えれれば、正直ね、カティカティ山。うん、まあ、なんかね、わざわざ俺たちロッコストで撃ってるからね、ロケット。カティカティ山ですね。ちょっとね、そういう M 機質なとこあるんですよ、こいつ。くさって。耐えられなくなったな、この空気に。くさ。こいつ大変マジ悪いっすよ。いや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 、違う。だってこれ僕の動画で多分言ったんですけど、うん、会話してて草とリーしか返ってこないんですよ。やばくないですか、草。カッチーンカッチーンってなりますよね。あ、よろしくよろしく。待って、何をよろしくされたの。俺はもうクロス君の分かって読みボンバーを言っちゃうよ。ボンタは本当に気持ち悪い。ちょっと早めに展開逆さっきこっちだったのに、こっち間に合うよね。よろしく。アイスピでアイスピでアイスピ。マジ間に合わないでしょ、アイスピじゃ。気をつけ。まあね、まあ気をつけな、もったいないなって僕思って。ダメだな。いや、そこで気をつけ出すことによってやっぱね、その出そうとしたゴレ処理に使おうと思ったユニットを全部パンって。あので、これね、勝てそうです、ね、まるで聞いてないまるで聞いてない。いや、見てください、ね、ヒーラーめっちゃ強くない？いや、2V のね、ヒーラーがやっぱ数が多いの全部回復してくれるから。そうなんですね。そこがよりね、うん、よりその回復効果を受けてくれる人たちが多いんですよね。なんか、あっけな。はい、なんかしてますけど。そうなんですね。2V2 だから、巨大スケルトンとかもね、よく使われるんですよね。キョスケとかベビとか、よりユニットが集まるんで、よりこう範囲効果を持つね、ユニットたちが強いですね。おお、やばいやばい。時々ね、カメラ見てたらね、うん、攻めてくる人いるよね。カメラ読みホグね。あ、待って、ロケット。よろしく。おお、待って。そういうことね。焦ったわ。これさ、これでいいってさ、意外とミニペ受けが苦しかったりするからさ。なるほどね。ゴレ使いでもないのに。やっぱ。語っていく一流のゴレ使いとしてはあ、ロケット撃ってね、次。あ、そっか、ロケットがこのダメージ結構痛いんですけど、今のところですね、形作ったら相手止まれてないんで。確かに、まあ、1本なんなら折られても問題ないレベルか。それね。でここを Y のネクストボムタワーでね、頑張るか、ベビーメガゴで、ベビーメガゴローか、のベビーアイスピのおしゃれ処理ね。え？ちょっと一体残ってるけど、うん、まあ待ってるね。まあ、これが気をつけるばかりでね。はい、でロケット来ました。こっからや、もうこっからは普通の戦いだからね、言っちゃえば。そうね。これなかなかやばい形だね。ボモーク。いやでもね、ちょっとね、なんか今喋ろうとしたんですけど忘れましたね。一回クッションする。ナイス。いいよ。はい、何を喋ろうとしたんですか。いやー、忘れましたね。忘れんな。ちゃっちゃ勝ちたいですね。もうここまで来たらもう僕たちのタイムなんでね。ん？なってた？シンプルに聞き取れなかったんだけど。そんなことある？僕たちのタイムなんでね。あ、タイムね。うん。タイムね。タイム。やめてよ本当に。ちょっと暑いね。僕ん家あったかいんですよね。そう、僕ん家に焼き鳥が勝手に邪魔するわって急に来て邪魔してきてるんですけど。これゴムタワー置くけど。捨て。ベビーぐらい。ベビーぐらい。よろしく。二人とも任せるっていう。お互いサボりがちやからな。ボム置いとくかな。待って、思ってるこれやばい。ボディ入った方がいい。一回守って。やばい。ウッドあれば、なんとかなる気は。いや、待って、怪しくね。結構やばいんだよね。マスケットが多いんだよね。おい、やばい、やばい、やって、やって、やばい、やめて、やめて、耐えろ、やばい、やめて、お。リベンジ行きます。今のはね、皆さん分かってると思うんですけど、どっちが先輩だったでしょうか、はい。いや、まあ、分からんな。こっちですね。いや、まあ、攻めすぎだったんですよね。うん。まあ確かにな。あ、ロケット。来た、ダブルロケット。ディー！いや、これね。はい。これを見たかった、俺が。
個人的な、ね、個人的な話ね。遅いね、ロケット回ってくるの。ここもこれ今日足りない、やる。あの、ほぼ願い反応迷っちゃうやつな。任してこれは。まあまあ、あっち意外と削られるな、これ。あっちもよろしくね。あーちゃだね、ちょっと楽ですね。いやー、勝ちましたね、これ。あ、やば。俺が、あ、失礼。ヒーラー？いや、ヒーラーがね、回復してくれるからさ。これね、この受けに優秀すぎるっていうね。そうそうそう。感じではあります、お願い。まあこれできたからね、2倍入ってからなんだよね。待って、ロボ来てる。何して、何して。待って待って待って。本当に、本当に。いや、集中して。集中して。誰あの集中してないの。アイスピでいいか。これアイスピで、アイスピだけであの、一発抜けて。いや、これはね、やっぱ一発の許容もね、許せないんだよ。いや、上手い人だったら今、ウッドだけで完封してますからね。できんの？できないよね。エレキはなんかエレキはできるね。ウッドだけだと、そう、うまいね。あの、26使いみんなできますから、これ。マスケはできない。え？ロケット本当に撃つそれ。撃っていいでしょ。ダメダメダメ。なんで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 ダメダメ。よし。まあ、これはね、勝ったんじゃないかな。本当か？本当か。まあまあ怪しいぞ。いや、ここ一回待って、残り1000を守りたいですね。これ大丈夫。そうだね。上手い人ね、あるあるなのが、残り500ぐらいまで削られるんですけど、その500が、マジね、HP 2000ぐらいあるんですよ、あいつら。わかる？いや、500しかない。500は500。本当に。でも、本当にそのぐらい守るんですよね、上手い人。気持ちだね。そう。残り500で勝ったと思うんですけど、みんな。そこすげえ守ってくるんですよね。おしゃれな、ゲステリーな。で、これもうヒーラー。じゃあ、ダクネつけて、もヒーラーに全部回復してもらって、トレネで。すいまーす。はい、よろしくお願いします。すいまーす。よいしょ。いやー。完璧。俺のトレネのおかげで。俺のウッドサポートのおかげかな。よし。ここら辺もヒーラーが全部回復してくれるから、ね。練り残りになっちゃっても、みたいな。これね、ヒーラーなくなるって。2周目いきまーす。はい、どうぞ。でも型作ればね、イージーですね、うん、あとは出すだけですね。もうベビドラ三重子作られてるからね。やば。後ろも気持ち三重子いるんだけど。確かに。あれなんか、あ、これあの赤ちゃん、赤ちゃん、ベビドラの赤ちゃん、ベビドラの赤ちゃん、ベビードラゴンのベビーベビードラゴンベビーそうベビーベビードラゴン行きましょう、次じゃあラスト行きますか。ラスト、いや、これめっちゃ可愛くないですか。僕めっちゃ好きなんですよ。一目惚れしたんですよ。なんかね、どっかユニバかな、うん、ユニバのなんかあるんですよ、多分売ってる。これマジユニバ行ってる人皆さん買ってください。あの、見つけた瞬間、うん、何これと思って、なるほど、買うしかねえってなって、うん、もうね、即買いしました。乗り物乗った後に、はい、マジでめちゃくちゃ可愛いですよ。確かに。まあ、僕あのぬいぐるみって言いますかね、ぬいぐるみだよ。じゃなかったら何なんだろう。結構好きなんですよね、僕。なんで、家にもぬいぐるみが結構あるんですけど、他にも。なんか、でっかい蛇みたいな犬のぬいぐるみとか。あ、犬なんだ、犬。絶対言葉じゃ伝わんないでしょ。蛇みたいな。蛇みたいな、こんぐらい大きいぬいぐるみあって、それが、まあ、犬なんですけどね。うん、っていうのとか、まあ、結構ね、そのぬいぐるみ好きなんでね、ちょっといいぬいぐるみあるとね、買いたいっす。はい、ロケット打ちまーす。まだ打ってなかった。回ったんで、やっと回ったんでね。おー、向こう持ってきて。やっぱみんなね、対抗心が。うん。まあ、あっちの方が早かったから、ラットが対抗心燃やしてたみたいな。燃やしすぎでしょ。ロケット打たれたからキングにロケットやりすぎでしょ。お前、アリータワーだから俺キングだなって。やば。これキングキド、アイスピットルネのおしゃれキングキドやっちゃう。なるほどね。はい。これはおしゃれ。あれ？バイキング起動、あー、バビキリーがね、ちょっとあれっすね、女の子だったんで、やっぱ男の子のタフじゃなかったっていうのでこう溶けちゃったね。でもタフとかいうものでボトボトしてたけど横行ったり反抗期だったそれは仕方ない。ごめんね、言い訳ばっか。本当に仕方ない、反抗期だった。ただの密なんだけど、ね、反抗期とか言ってるけど、ね、俺が優しくフォローしたら最悪だよ。え、コスト漏らしてない？気のせいじゃない？そうやっていつも漏らすやん。やめて。いや、言っちゃった。お願い、お願い、お願い。すぐ漏らすやつみたいな。誤解されるから。バレちゃったね。
これ毎日で毎日で気合処理一つ、まあ、ヒーラーがねこのゴレとかはねこう回復してくれるだけでミリ残りヒーラーがね、まあ、でも相手めちゃくちゃスペル連携取ってます ね。ヒーラーを処理してきましたね。これちょっと行くしかないですね。トレネだけやればトレネだけ、もうファイボとねロケット使ったんで、うん、ここはガンガン付け足していってもトレネだけやればトレネしか考えてない。お願い、うじょー神。いやー今ね僕がこうちょっとね陰でこう指示出してます。いやしかも止まらないから、ね、ここから付け足していくだけでねいいと。エッチっすね。素晴らしい。いやちょっとオシャレウッドをやっちゃった。あれウッド、ウッドオシャレウッドですね。やりましたという感じでね、まあ、初手ロケしたけど4戦したかな。うんけど3勝1敗で、まあその1敗もね惜しい1敗でしたね、という感じで、まあつぶつぶね初手ロケしても余裕で勝てることが分かりましたので、皆さんで友達ともねぜひねこう初手ロケとかしたりなんかハンデをつけてねやっても面白いのかもしれませんので、ぜひお試しください。焼きチャンネルもね概要欄に貼っておきますのでぜひ登録お願いします。お願いします。このことが取るかわかんないですけど焼きチャンネルもしかしたら上がるんでね、ぜひそちらも見てみてください。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。